どうもグラシャです。それではもうこの綴りな、この言い出しもなんか何回目だって話ですが、それでは早速このもう噛みまくりだな、やり直そうかなまあいいや、このナムコドアを開きます。タカタカタタカタカタドンドンドン。さあ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 、やってまいりましたよ、最後のエリア。来たよ、最大の難関。ようこそ皆さん、グランチルダのクイズショーの時間じゃ。本日のチャレンジャーはバンジョーとカズーイ。イエーイ。多くの罠や鳥をクリアされ、ここまでたどり着かれてしまったのじゃ。しかしここでわしが勝つ。バンジョーは破れ、わしは美しく一応商品は用意した。チューティーやぬいぐるみ、どれも素敵だけど、お前はクイズに敗れ、チューティーのところまでたどり着けない。悩み苦しい、その姿でわしは最高にご機嫌に。最後にお前はまるまるな、最後に商品はわしの手の中、それでも挑むなら、さあバンジューパネルに乗って A ボタンを。最後にメタな発言だな。さあここで意味深なのを出して、さあ挑もう。クイズちょこっとわしがド忘れしたこのゲームについてのクイズじゃ。出たーい。ブクゲコ沼で一番高いところにあるものは、ドロンコの亀、大きな亀、オンボロの小屋、オンボロの小屋。オッケー、楽勝楽勝。一応オッケー、ラッキーだな。さあ、わしの写真を見るがいい。これはどこで写したか。は？カッチコッチな森、マンボマウンテン、ブクゲコ沼。どこだよ、マンボマウンテン。オッケー。でも、アリ塚かなと。観客たちはブーブーブー。さあ、これ、わしが一番好きな雑誌を、デボーババ。いいね。そんな秘密をなぜ知ってやる。さてはブレンチルダメ喋ったな。さあカッチコッチな森がで一人でヒアールがシーズンは行ってみろ。夏。すごい、お前の喋り方のせいで全然問題文が分からなかった。さあこれやだな、アクションチャレンジの時間です。やだな。はい、来たはい、来た。この戦いに勝てるかな。制限時間もついてるぞ。やだな、70秒しかないのにな。もうこのね、セットアップの段階からいいっていう。さあ、もうこれはちょっと本気で、ちょっとマジで間に合うかどうか怪しいから。ほらほら、ほらほら、よし、無敵様々だな。さあこっからどうする。じゃあこれ一個解いて、サビサービ港のタンカーの怒り、下敷きになっていたのは誰じゃ。イルカのウルケン、イルカの人。それじゃあこっち側に行こうか。写真のクイズだ。目を凝らせ、わしの写真を見るがいい。これはどこで写したか。さあどこだい、
お？これはどこだ？全然わからんぞ。カッチコッチな森、ブクゲコ沼、マッドナイトマンション。どこだあれ。一番濃厚マッドナイトかな。あんな黄色いのあったか。あ、違うか。やばい。このようにミスるとダメージを1個もらってしまうというね。あ、間違ったら痛いだろう。わしの写真を見るがいい。これはどこで写したか。これは簡単だな。これは簡単だ。早くしろ。これはあのマッドナイトマンション。じゃあクイズ。マッドナイトマンションの地下室に出てこなかったもの覚えてるか。赤い羽、尋常、ジグソー。赤い羽だな。さあ音楽クイズ。この BGM どこで聞いたか覚えてるか。ザバスだなこれ。てん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 。蜂の巣の中。さあちょっとあのジョーカー引きに行きたいな。わしが一番好きな匂いを、ぐじゅぐじゅニキビ。じゅくじゅくニキビ。オッケー。さあ普通のクイズ。サビサービ港のタンカーでスピードをゆっくりにできないものは。スクリュー、歯車、ファンの羽。歯車、歯車。オッケー。フローズンズン山に住んでいた声打ちの名前を知ってるか。ウォーザ。オッケー。ウォーザ、ウォーザ、ウェーザ、ウォーザってなんだ。オッケー、ジョーカー。カッチコッチな森に住むわがままリス。あいつは春には何をしていた。バカ食い。どんぐりを食べていた。ベッドに寝ていたビーバーを探していた。どんぐりを食べていました。さあこれでジョーカーを手に入れました。ジョーカー取れて嬉しいか。パネルを一つパスできる。何ボタンで使いたいなら B ボタン。今使うわ。そんなインチキ使うなよ。使ったわ。わしのいつものパンツの色をラクダ色。ジロジロ見るな。ラクダ色。恥ずかしい恥ずかしい。えい。お宝ザクザクビーチに住んでいる大きく硬い生き物はニッパー。大宿狩りのニッパー。強い選手とかいたら勝ち目がないけど。さあ苦手なんだよなこの写真クイズ。写真クイズ。これはどこで写したか。あーこれはあれだ。あのサビサビ港のカレー下にこぼれている。はい、行くぞ。わしの写真を見るがいい。さあ次の写真どこの写真だい。これは簡単だな。これも簡単だな。フローズンズン山なわけがないだろう。カッチコッチの森です。さあミュージッククイズ。もしかしたら一番得意かもしれない。この BGM どこで聞いたか覚えているか。フローズンズン山だね。テケテケテン。まあ洞窟かお家かだけど。白熊の氷の家の中、お化けのチャペルの中、お化けグマのチャペルの中。じゃあこれ。わしはどこで眠るのが一番好きか。お宝の山知ってるか。居心地のいいゴミ捨て場、豚小屋。豚小屋ってひどいな。さあジョーカーを取るぞ。わしの写真を見るがいい。これはどこで写したか。これは簡単だ。マッドナイトマンション。クランカーかな。サビサビかな。いえマッドナイトマンションです。ジョーカーいっぱいゲットして、こっから怖いな。
上ドクロがいっぱい、マンボマウーンテンの問題じゃ。タワーの中には何がいた？シロアリ、シロアリのティッカー、ハチのボンゴ、コウモリのオデーブ。さあまた来たよ、クイズのゲームのお時間が来たよ。おっと、ルールの変更、砂の城素早く逆さまに打ち込めよう。え、ちょ、いい、いい、あ、これ J だ、ZZZ、こっちだ、 ZAAK、 どこ K、 どこ K、 こっち、違う、これじゃない、これじゃない、これじゃない、 KOOJJJNABB、 どこ B、 どこ B、 あった、えい、なんとかなった。さあじゃあここで何がしたかったって、3枚抜きがしたかったのさ。てってん、はい、わしの写真も見るがいい。これはどこで写したか。お、ああ、これクランカー、クランカーだよな、ああいう視点で見たことねえ。お前なかなかいいフォト選手してるよ。噛んだ。最初の音符ドアを開けるのに50個、音符はいくつ必要か。いきなり100個いったらなかなか難しいよね。まあマンボマウンテンだからなんとかなるのかな。さあわしのいつもの朝ごはんを知ってるか。何だったかな、オタマジャクシのトースト、ドブネズミのドーナツ、極雲のパンケーキ、オタマジャクシのトースト、あー何だったかな、パンケーキ、あ違うか、それっぽかったんだが、おたまじゃくしだったかな。わしが魔女スクールで一番だったのは腹ばい競争、あーパンツが汚いことかな。これこれやだ、これちょっとやだ。まあいいや、最後最後こんぐらい、カッチコッチな森の大きな花、お前は何を地面に、ああ簡単だ、助かった、卵、まあ、バンジョーとかついても卵クリア、サクッといってしまったね。勝てるやつはいないと言ったのに、このボードのメーカーは言ったのに、こんなの何かの間違いだ。わしの願いは届かない、仕方がないけど商品はわしが逃げたら持っていけ。わしを追いかけるのは諦めな、この借りは返すさ、覚えときな。ものすごい斜めるんだな一瞬。お、久しぶりの曲、ちなみにカズイだったらどれをもらう。そうだね、左のやつが未だにわからないんだけど、たたいはあのブサイクなのがいいわ。あの左のなんだろうな、これ、あれ洗濯機か何かかな、釜みたいだけど、あらチューティーのことよ。なかなか毒を吐くね、こんな時でも、さすがカズイだ。さあお兄ちゃんたちこんなところで漫才はいいから早く帰りましょう、もう十分冒険したから。そうだね、よしそれじゃあ出発。はい、そんなわけでエンディングですね。さあスタッフロールです、スタッフロールが流れたということはまあエンディングだというところでしょう。ちょっとお茶でも飲んできていいかななんてね。ここ確かキャラクター紹介を兼ねたスタッフロールだったかな、英語なので何書いてるか全く分かりませんが、チーフキーボードタッパー、チーフプログラマーみたいなことかな、リスなんちゃらさん。さあまあ尋常、尋常ね、
各ステージで5匹助けなきゃいけないという設定でしたが、2ではなんと大躍進でね、まあ、いろいろあるわけですよ。マンモも2では丸くなる、そしてさらなる秘密もある。ジュージュ、こんなのいたな。さあ、このブラじゃないよ、大胸筋矯正サポーターだよ、茨城。さあ、チンピーコング、帽子とシャツがないっていう。フレンチリーダー、これメガネしてるかけてるんですよね。すごい分かりにくいけど、メガネしてる。キャプテンブラバームーンウォークの練習ですか。汚い声だ。ニッパーカートゥーニーなんちゃらかんちゃら尋常ブライアン、怖い、お前は怖い。シーンクレイマイヤー、そうだね、番長とカズレ大冒険、ここでまあ一応スタッフロールなわけですが、まあね、知ってる方の方が多いと思うので喋ってもいいかなとは思うのですが、このゲームはレア社のゲームです。かつてスーパードンキーコング等々で数々の偽エンディングを出してきた会社です。これもそうです。なので、まあ、このスタッフロールの間に次回作の話はしません。まだしませんが、今後のことをちょっと言いたいと思います。まあまあ、この先あとグランチルダを倒すだけです。でグランチルダを倒して、まあ、ジグソーが全部あるので、とあるムービーが流れます。でその場所にはとあることをしないといけないのですが、そこにまあちょっとネットでそのチートコードを確かめて、その卵の場所に行ってみたいなと思っております。まあ行けたらの話なので、行けなかったらもうそこの会話は全部無駄になるのですが、なゴビーはドンマイだ。オグリオグラオグリ、こいつの喋り方がなんかすごい好きなの。オグリオグラオグリオグラ、出たなモーツァンド。モトザンド、モーツァンド、ああそっか、モーツァンドか。というわけで、まあしばらくちょっと、そうですね、あと何を喋ろうか。一応この動画、まあ、宣伝入ってしまいますが、この動画は私グラシャですが、グラシャカイというサブアカウントで投稿されております。メインはグラシャです。まあ、パート1まとめが毎回毎回動画説明文のところにあるので、そこから見ていただけるとありがたいのです。そんだけ。スノーケル、スノーケル、スノーケル、なんでお前助けたのにな。でまあバンジョーとカズイの大冒険2があって、で海外のみですがゲームボーイアドバンス版があって、そっからあれですね、3とは絶対に言わないバンジョーとカズイの大冒険の Xbox360 のなんだっけ、あれタイトルすら忘れましたが、なんか車を作ってなんかどうのこうのするゲームがあったと。タイトルを忘れたので、もう忘れましたか。さあバンジョー帰りましょう。懐かしいな、くるくる山、ひーふー、急いで帰ろう。え、あそこ人参がの1匹残ってるわ、ほっといてもいいんじゃないかな。あらよっと、やったのはカズイですか。お帰り、パーティーを始めますよ。さあパーティーだ、ヤッホー、さあ飲むぞ、帰ろう。全年齢対象だ、いやセロビーだ。いいかポーカー、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 いいねいいね、バーベキュー、焼肉行きたいな。
マンボよく頑張った。クマと鳥手伝っただけ。全くです。でも私がいろいろとアクションを教えたりして、そうだな、それのおかげでもある。あんたたち何言ってんねん。与えたバンジョーこそがこのゲームのスターの、そうだな、ちゃんとバンジョーを持ち上げるカズイ、さすがだ。ねえねえみんな、これは何のパーティーなの。グランチルダー逃げたのよ。早く戻ってやっつけ。何言ってんだよ、いいじゃねえか、パーティーしたってよ。お前が助かったんだぞ、そのパーティーだぜ、いいじゃねえかって。まあチューティーが真面目だったということで、バンジョー世紀末だし。そういうわけで、はい、あー、じゃあグランチルダをやっつけるのは次に回したいなと思ってるのですが、こっからこっから確かね、あのオープニングもといゲームオーバー画面で見られる場所に行くんじゃないかなと。さあさあ、あそことつながります。でここでね810個必要。つまりは最後のカチコチの森までやらなきゃならない証ですね。つまりこの前まではカチコチの森やらなくてもいいんです。ですがここで必ず必要なんです。わしはまだまだ奥におる。もしもわしに会いたくて、その絵を完成させてもわしに会えるとは限らない。さあもうせっかくなんで一枚一枚埋めてきますが、さあさあ何かが浮かび上がってきた。何が浮かび上がるって言うんだよ。まったく俺には全然わかんねえよ。こんな緑色のおばば全然わかんねえよ。もういいかな。ホットドッグを食べすぎて少しデブった、どうしよう。さあそんなこと言ってる間にお前の絵が完成したぞ。パパパパパパパ、そこでお前らい気止まり。わしはそのまだ上におる。ここがそれだから、こっちなんだっけ。あ、ここがあれだな、あのオープニングとかで流れた場面、実験室。あ、こっから出てったっていうことだよな。これし、さそ、なんかこれ何かを思い出すな。あ、まさきだ。ポケモンの方のまさきだ。さあ。さあさあさあ、もう全部あるから全部開けれるけど、どうしようかな。でもここをね、開けて、まあ、羽と等々のフルーマックスがあるわけですが、さあどんどん開けていくよ。卵も卵に見えないけど卵のフルマックスで882という、もうかなり取らなきゃいけないやつ。ここちょっと後に回して、でこっちのも開けてって、何個か見えなかったけど赤い羽のフルマックス、フルマックス取って、でこの先にあるこいつも埋めます。もう容赦ないです。体力が倍になるというチートっぷりですが、これぐらいないとグランチルダー強いんです。さあ、ひえー、これ臭いわ。お、お客さんですな。私はディングポット。今までお客さんなんて来たことあるの？こんな臭いところに。ないと思うよ。はてはて、その鳥は何が言いたいのだろう。失礼。つまり彼女はここにグランチルダが来たかどうか聞きたいの。すごい噛み砕いたな。どこにいるか知ってますか？もちろんです、クマさん。グランチルダはとんでもないことをするんですよ。汚いものは全部私の中に投げ込むのです。例えばグランチルダさえいなければ私は自由になります。自由になんかなれるわけない。こいつら倒してゼグに洗濯だよ。わしの汚れた洋服をお鍋の中で洗ってやる。お鍋で洗うってどういうことだろうね。
グランチルダはもっと上にいるみたいです。そこに行く方法を教えてください。ときっと倒してみせます。おかっこいいな番長。わかりました、簡単です。私の中に飛び込んでください。そうすれば上まで打ち上げます。そこに飛び込むですって、冗談じゃないわ。まあ行くしかないだろうカズイな。行こうカズイ、お前がいなきゃ誰がグランチルダを倒すって言うんだ。そうだ、カズイが、ね、いなきゃ倒せない。とてもじゃないか、バンジョー一人じゃ無理だ。というところでバンジョーそろそろ諦めろ、目の前にいるっつの。わしのとこまでこれやせん。もう目と鼻の先だけどね。グランチルダと言ったら汚いものは全部知ってるよ。それさっき聞いたよ。というところでちょっとここで早いとは思いますが一回切らせていただきます。次回グランチルダをやっつけれたらいいなと思います。それではありがとうございました。